様、おはようございます。おはようございます。75年前の今日、8月3日は広島に原爆案が投下された日です。広島市では平和記念公園において原爆被爆者の慰霊行事と平和記念式典が行われます。残念ながらホテルにつきましては新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため規模を大幅に縮小して行われますが、この式典において全世界に向け核戦争の悲惨さと核兵器の廃絶を強く訴える平和宣言が発表されます。奈良市におきましても原爆が投下された時刻の8時15分から原爆被爆者の汚名すると世界恒久平和の実現を記念し平和の鐘をさせていただきます。皆様よろしくお願いいたします。なお市内の寺院や教会でもこの時間に鐘が鳴らされますが、市内小中学校の自衛と市を生徒が参加しての校長は新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため今年度は中止となっております。それでは校長に先立ちまして代表の皆様方をご紹介させていただきます。奈良ユネスコ協会副会長若林様、奈良市遺族会会長前田様、表彰の30秒前になりますになりましたら挨拶してもらいますのでよろしくお願いします。交渉の30秒前になりましたので、交渉される皆様方はどうぞお待ちください。なお、平和の鐘の交渉が始まりましたら、ご参列の皆様は黙祷をお願いいたします。続きまして、奈良ユネスコ協会副会長若林様、続きまして奈良市遺族会会長前田様、
されの東証類検査を終了させていただきます。本日はご一緒の中ご参列いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。